大きく使います。さあ肩から当たった、まずはショルダーアタックル、スタンハンセンが十分だ。これが岸よりふんで、今度は32番、そこがうまいところです。ジャイアントババ、もう一回ロープに振ってスターアイスタンダリアットセン、ババが大きくロープに飛ばして16番どうだ。ハンセンはしかし場外に飛び降りました。ハンセンが控え室の方に逃げ帰ろうとしていますが、おっととどまりました。ハンセンです、これがスターハンセンです。果たしてタイトルの行方は、果たしてタイトルの行方はリングの上で、やはり俺がという気持ちになってますよ。いわゆるこのミラクルパワーコンビの両輪をうまく反り投げを見せたんですけれども、今度はツープラトンの攻撃、キングコングに対してはツープラトン両国を打ったところでございます。さあ鶴田が捕まって上下になる、もうまだ倒れない。そして今度は川津落としに行った、なくてはいけません。タイトルは守れるか、ジャンピングニーパット、しかしロープギはまだ倒れておりません。ブルーザーブロディ、今度はスターハンセンにさあジャンピングニーパット、ここから受け継いだものであります。絶対に渡すものか、一気に三冠だ。さあコブラツイスト密着プレー、ジャンボ鶴田、スタンハンセンのこのアンチ鶴田さんが言ったことがありましたよね。あれはやっぱ中間一番いい時代だったんですよね。あの勢いがそういう大試合で欲しいですよね。やっぱりバックホームの3連発するとして、ジャンボも思いっきり打って、右腰のブレンバスター、また出血をおびただしくなる、ロープ腰のブレンバスター、一気にハンセン体がヨレヨレ、鶴田体がヨレヨレ、さあ狙ってますよ。ラリアット、ウエスタンラリアットが飛んでいく、うまく外した、まず膝が飛んでいきました、ジャンピングに、しかし鶴田が立つ、フライングボディシャストラップ、手前のプロアップ、何かを狙っている、やったよし、いきますよ、どうだ、ジャマンジャンボ鶴田、しかしなんという怪物、エイリアンか、しかしバックを取った、バックを取った、さらに返した、カーブを返した、後者にミスチャール、まずはパンチとしてエルボー、スタンハンセンが前傾姿勢を取った直後、アブラゾロップ、プレディ、今左の一瞬見た、スピンキック、スピンキック、さあいったフェイスロック、炎のフェイスロック、完全燃焼してほしい、しかしまだスタンハンセン上半身は元気であります。気をつけろ、ハイキック、エルボーのフロンティア、ゆっくりと回って、今初めて組み合ったバックドロップ、カードのバックドロップ、リザーが入ったフロントキック、リザーズキックはエンズイギリ、カーダにストンピング、バックを取った、投げっぱなしアーマン、カーダにエルボー2発、そしてタイガーブープレックスの投げ、カーダは孤立、持ち上げたバックドロップと合体、ノボー落とし出た、しかしさあムーンタルト、ミサーがフォローに入っている、ムーンタルト思ったんですけども、メインを飾りました、ガンセキ落とし、キック、エルボー、ガーメンゲリーと、そのまま落とさない、なんとボールが起こる中、川田ブレインバスターの体勢に入った、垂直落下か、落としたリーダーです、レイダーハンマーを繰り出していきます、攻守ところを変えました、エルボーまとめて打った、レイダーハンマーです、ヘッドバット、そして小手、さらに小股に挟んで、飛んだ、表示合わせたベイダーに飛んできた、ベイダーを投げた、ジャーマンソン、ロープに飛んだ、エルボー倒された、仕上がっていきます。さあ今度は秋山が濃いと声をかけた、エルボースマッシュがもう連発だ、さあバックに寄ってジャーマン投げ捨て、一気風に攻める秋山、わあクソンだ、コーナーのトップに取った大森、ダイビングで決まった、あとエクスプレーだ、エクスプレーを出して、明日大森バックから寄って、あクソンだ、さあ連発、試合にかける意気込みはむしろ朝、秋山まずトップ決ま、秋山が捕まった、さあ秋山で大盛りで始まりました、世界タッグ選手権試合、ジャンピング逃げヒット、そしてドロップキック、まずはチャンピオンチーム、1週間ためにためたその怒りです、あーと脳天の当たりを重ねるからよ、ビッグハイヤーが出るのか、落とした、さあ
ダブルで、あーっと湯の中は壊した高山、あーっと2回目を捉えた、やり合った、打ち合う、三沢有利か、ロープに振り返した、ジャンピングに防いだ、ラリアット急ぎ回った、正面からフェイク、ドロップキックを防いだ、ドロップキック、因縁の戦い、その終止符を打つのか、エラーマーかした、負けまった、エモもかした、まず張りで一発は小橋健太、さあ距離を取った、振り向いた、マリアット、打ち